ポスト岸田に意欲を示す自民党の石破元幹事長は、野党の国会議員らとともに台湾に到着しました。頼清徳総統らと会談し、得意とする安全保障問題などを協議する予定です。3日間の予定で台湾を訪問しているのは、超党派の安保議連のメンバーで、石破氏や中谷元防衛大臣、教育無償化を実現する会の前原誠司代表らです。石破氏は5月に就任したばかりの頼清徳総統らとの会談で、北東アジアでいかに抑止力を機能させるか議論することが今後において極めて重要なことだとの考えを示していました。中国が覇権主義的な動きを強める中、いわゆる台湾有事をめぐっても協議するとみられます。石破氏は9月に予定される自民党総裁選への出馬に意欲を示していて、今回の訪問でも存在感をアピールしたい考えです。